こんにちは、トーマです。イベント直前の短いやつ完全版ということで、早速ねやっていきたいなと思います。まあ先に言っておくと、次のイベントは結構山盛りです。はい、予告はまあいいかな、3チームに分かれて貢献度を集めるというやつで、ちなみに言っておくと、俺は青チームで行くわ、最初ね。この輪廻かな、三国志輪廻みたいなやつ、青チームで行きたいなと思うんで、ぜひね、同じチームでやりたいという人は青チームで待っております。で、時点やね、ここが問題やわ、ここが。で、今回見てもらった人分かると思うけど、 Z ランクが2体いて、勇ましの Z ランク、これとあと王だね、種族王、ここも Z ランクがいると。これかな、こんな感じで Z ランクが2体いるっていうね、感じで。ただおそらくサマーニャンボがあるから、そこで Z ランク追加なんじゃないかと言われております。で、出てくる妖怪はこんな感じ。まあ全体的に見たら三国志のキャラ、王子といった感じやね。で、種族王の方の Z ランクね、これはまあ輪廻でしょ、間違いなく。予告にも出てたからね、輪廻の三国志バージョンのやつかな、これで間違いないでしょう。で、あと勇ましの Z ランク、これがちょっとね分かりにくいけど、多分このなんて言えばいいのかな、稲妻が入ってるような、これジバニャン武士ニャン、ちょっと分からんけど、多分これじゃない、多分これやと思うよね、もう一個の Z ランク。まあこれは予想やけど、これが多分サマーニャンボで追加なんじゃない、そんな気がする。で、この輪廻の Z ランクのやつは普通に、ガチャか分からんけど出てくるといった感じなんじゃないかな。うん、まあそんな感じがするけどね。うん、 Z は多分この2体だと思います。あとは三国志の妖怪たちがいっぱいいて、ノルカソルカとかもあれなんかな、復活するんかな、おそらく。はい、あとはあんまないかな。この辺はいいかな、三国志のイベントだよ、で貢献度でしょ。あとは、分取りステージ、これは前もあったもんね。で、横取りステージっていうのがあって、前の動画でも言ったけど、新しいね、なんか黒いゲンガーみたいなやつね、あれが出てきて、多分横取りステージがあるんかな。はい、でサマーニャンボがあるといった感じかな。はい、ってことで、もう Y ポイントもね、9万ポイントにしておいたから、明日のガチャ大丈夫でしょう。さすがに連続で延長戦はない。おそらくこの種族王のね、さっきも言った輪廻の三国志バージョン、これがガチャなんじゃないかな、そんな気はするね。はい、そろそろね、新しい必殺技を期待しましょうか。はい、ってことで今日はこんな感じで、また明日ガチャ動画からスタートするんでね、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ。